はい、アットホーム TV ナビゲーターのヤドカリスだよ。ということで今回のテーマはこちら、思ってたんと違う物件。それじゃよろしく。こんにちは、私アットホームの柿です。アットホームの澤柳です。はい、今回は東京都豊島区巣鴨にやってまいりました。はい、今回ですね、初めて私は降り立ったんですが、澤柳さんはですね、ここ巣鴨にどんなイメージをお持ちですか？はい、やっぱりおばあちゃんの原宿って言われてるぐらいなので、ご年配の方で賑わってるイメージですかね。ああ、なるほど。世間一般的にもそんなイメージかもしれませんね。はい、ぜひまあこの街ちょっと一回見てみましょうか。はい、はい、では早速行ってみましょう。アットホーム TV。いや、めちゃめちゃいい匂い匂ってきますね。ね、匂ってくるね。はい。でもなんかこう老舗が多いイメージが、そうですね、ありますよね。うん、今見てるとすれ違う方々が結構年配の方が多いイメージがあるかもしれないですね。うん、やっぱさっきのイメージ通りって感じですね。うん、なんかこう古風な昔ながらのお店があって楽しいですね。うん、そうですね。巣鴨地蔵通りは巣鴨駅から都電荒川線庚申塚停留所までの道路沿い、およそ800メートルもある商店街。お寺や露店、小さなお店が並ぶこの通りは、古き良き日本の風景と文化、それに昔ながらの商人のおもてなしの心を大切にしているんだって。あ、見てください、この大学芋って書いてるこの上り。目立つね。お芋屋さんって書いてますね。お芋屋さん、いや、これ気になりますね。気になりますね。ちょっと行ってみますか。行きましょう。どうもこんにちは。ここはさつまいも、大学芋屋さんですよね。そうですね、はい、美味しそう。ではさつまいも 200g を一つもらっていいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、お、あったかい。いただきましょうかね。いただきます。はい、この辺から、うん、おいしい。うん、甘いですね。めっちゃおいしいです。おいしいです。いや、本当ありがとうございます。いただきました。お疲れ様です。おいしいです。アットホーム TV。 あ、見てください、この店めちゃめちゃおいしそうじゃないですか。おいしそうですね。丸天なんで、あれですかね、うん、天ぷら屋さんですかね。天ぷら屋さんか。あ、なるほど。ちょっと入ってみましょうよ。入ってみましょう。はい、行ってみましょう。すみません、こんにちは。よいしょ、ちゃんと消毒して、ちゃんと消毒して、はい、揚げたても出てる。あ、ちょうど今揚げたてが出てるっていうことですから、めちゃめちゃ美味しそうですよ。ね、じゃあこの揚げたての箱棒ですか？はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、じゃあこれ早速食べます。はい、じゃあいただきます。アットホーム TV。 うわ、美味しそう。ね、じゃあいただきましょう。いただきます。うん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 、めちゃくちゃうまいですね。うん、これなんか何本でもいける感じの、うん、おいしそう。って何食べてんの、ちゃんと待ち案内してよ。はい、ところで柿さん、はい、表担と違うっていう物件ってどんな物件なんですか？いや、そうですね、ここにあるんですよ。ところで、この巣鴨にあるお部屋ってどんなイメージしてますか？そうですね、なんかまあ古き良き町って感じだから、風情のある古いお家とか、レトロ感のあるお家とか、まあなんか落ち着くっていう雰囲気のお家、そんな感じですかね。そうですよね、やっぱり高齢の方が多いっていうイメージもあるから、もしかしたらそういうお部屋かもってことですよね。いや、それがもう次でわかりますから、はい、ちょっと行ってみましょう。はい、行きましょう。アットホーム TV。はい、では今回の物件がこちらです。おお、綺麗ですね。エントランスもなんか緑が豊かで、まさかの西海岸風ですね。これは思ってたんと違う。いや、めちゃめちゃすごい雰囲気出てますね。一応この物件、2020年の7月築らしいんですよ。そうなんですね、はい、だから新築ですごい綺麗なんですね。はい、なんか中身のワクワクしますね。ワクワクします。はい、じゃあ行ってみますか。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。アットホーム TV。
はい、ではやってまいりました、はい、見てください、この外観、スタイリッシュですね、はい、おしゃれですね、はい、おしゃれですよね。巣鴨駅から徒歩7分ぐらいで、大通りからちょっと小さい道に入ったところにあるんですね、いや、こんなところに佇んでる物件なんて全然なんか想像もしてなかったですよね。想像つかなかったですね、はい、しかもオートロックでセキュリティも安心だし、嬉しいですよね、いや本当に嬉しいと思います。この物件自体がデザイナーズ物件らしいんですよ。おしゃれですね、そしたら、はい、もうみんなが憧れてますから。憧れますね、はい、めちゃめちゃ楽しみですね。楽しみですね。早速見てみますか。オープン、はい、行きましょう。わあ、綺麗ですね。本当だ、すごい綺麗ですね。なんか勝手に電気ついてるんです。ついてますね、すごいですね。便利ですね、勝手につくのね、はい、わあ、すごい綺麗です。本当だ、めちゃめちゃ白い空間ですね。なんか明るくていいですね。はい、いきなり洋室来ましたよ。到着しましたね。床はヘリンボーンなんですね。あ、すごいおしゃれですね。おしゃれですね。あ、やっぱヘリンボーンだけでやっぱりなんでしょうね、見栄えが全然違いますね。なんか素敵ですね。はい、見てください、このキッチン、めちゃめちゃおしゃれ。このタイル張りめちゃめちゃおしゃれですね。かわいいですね。なんか白壁とマッチしてますよね。そうですよね、まあこの、これスタイリッシュですね、なんか。わかります。こんな細いの見たことないですよね。かっこいい、確かに。めちゃめちゃかっこいいです。見たことないかもですね。はい、二口コンロもめちゃめちゃいいですね。一人暮らしでもめちゃめちゃ嬉しいです。バストイレも見てみましょうか。そうですね、はい、開けてみます。おお、見てください、結構綺麗ですよ。わー、本当ですね、めちゃめちゃ綺麗ですね。素敵、ちゃんと分かれてるのもいいですよね。はい、すごい、すごい洗面綺麗ですね。なんか鏡のとこにスイッチがついてるんで、ちょっと押してみます。はい、明かりつけました。おわ、すごい。綺麗。え、しかも押すたびライトの色が変わります。すごいですね。シチュエーションによって変えれますね、なんか。いいですね、素敵ですね。なんか毎日の準備も楽しくなっちゃいそうですね。うわ、確かにそうですよね。さらにこの照明見てくださいよ。めちゃめちゃスタイリッシュ。いや、もうめっちゃおしゃれですね。めちゃめちゃおしゃれですね。雰囲気作れてますよね。この間接照明めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。下から出てるんですね。はい、とんでもないおしゃれが発生しますね。おしゃれ発生してますね。はい、この空間があるだけでなんかこう見栄え違いますもんね、部屋の。そうですね、はい、壁の白さがすごい際立つっていうか、全体的が明るくなりますよね。そうですね、デザイナーズならではですね。あ、いいですね、めちゃめちゃいいですね。奥にも空間がありますね。あ、奥がベッドスペースになってるみたいですね。あ、そうなんですね。ただこのスペースどう使うかが重要ですよね。ベッド置く以外にどんな使い方があるんですかね。まあこんなのはどう？わあ、できる男って感じ。なるほど、おしゃれな仕事部屋にしちゃうんですね。そう、最近コロナ禍でテレワークって増えたでしょ。やっぱテレワーク用のスペースとして使うのっていいよね。確かに、工夫次第でいろんな使い方ができそうですね。あ、下はスウェット、これも思ってたんと違う。うわ、本当だ、これ結構あるあるなんですよ。他にはどんな使い方あるかな。はい、ということでこちらのコーナー、ヤドカリ氏のアーレコーデ。このコーナーでは今回のお部屋にはどんなレイアウトが合うのか、バーチャルで家具を配置してインテリアコーディネートしてみるよ。まずナチュラルモダンスタイルにコーデ、次はシンプルモダンスタイルにコーデ、最後はインダストリアルスタイルにコーデ。趣が変わっていいね。こんなおしゃれなお部屋憧れるな。じゃあどうだった今回の、思ってたんとは違うっていう物件。はい、そうですね、あの巣鴨のこういう古き良き街並みっていうところもいいけど、それとはまたガラリとイメージが違っておしゃれでしたね。まあ確かに、ああいう物件があるとやっぱりイメージが変わってくるよね。古き良き街並みで、おしゃれな物件探すのも楽しそうですね。確かに確かに。でも今のところ若い方向けのカフェとかお店もあるんですね。あ、そうですね、まあ、こういうのがあるとやっぱ若者も嬉しいかもしれないね、楽しく暮らしそうですね。はい、アットホーム TV、 はい、ということでアットホーム TV 今回はここまで。チャンネル登録、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。それじゃあまたね。またね。